宮沢賢治のふるさと、また優れた馬の産地岩手県。800年の昔、野生の馬を飼いならすことから始まった馬の飼育。ある時は軍馬として売り出されて、農家の最大の収入となっていた馬。皆さんこんにちは。水曜日の日刊生放送が始まってきました。今 BGM で流れてるのがあるドキュメンタリー映画のね音声を流しながら、1962年のドキュメンタリーですよ。でこの話は後半にしたいと思います。本来これが第一部なんですけども、ちょっと構成上ですね、第一部を後に回すと。で、第二部から始めましょうと。なぜかというと、昨日からの続きがありまして、このブラジルに行った宣教師、中田智之先生のね、ことを話したんですけども、その、日本からブラジルに移民した人たちにキリストのことを伝える、ブラジル日系人伝道宣教っていうことの先陣を切った方っていうね、そういう、話をしかかったんだけど、その名前を忘れちゃって言えなかった。ところがそれ調べては出てきまして、その方は、モノノベさんっていう方ですね。で、昔私が、2021年に、Facebook に書き、それから生放送でも取り扱ったと。で、そこに、そのクリスチャン新聞の新聞記事を貼ってましたので、それをまず早速ね、その、モノノベ先生っていうのは、どんな顔の人なのか。この人が、日本人、自分が日本人である宣教師として、ブラジルの日系人への伝道、宣教ということで、私はここにおります。私をお使わしください。ということでね、アズベリー大学の学生さんたちが、アイサレンダーオールっていう曲をね、歌ってましたけども、そういう感じ、神様の、要請にこれはもう降参して、自分はブラジルまででも行きますよって言って、ちょっとね顔、この丸い顔の方の人なんですよ。顔丸で抜いてある写真、この人がモノノベ先生なんですね。でこの人はだから明治時代、ちょっと待って、あれ逃げられたな。あれちょっと待って、ちょっとね、大きくした時にビュビュビュッとこう乱れちゃって、落ち着け、落ち着け。これですね。モノノベ、コ、モノノベ、タケオ牧師。コ、モノノベ、タケオ牧師。この人がブラジルにですね、言ったかと、この方のね、顔をよく見といていただきたい。そして、クリスチャン新聞の構成人は、この昔々のモノノベ武雄牧師の写真の隣に、今、ブラジルとの関係の人ですね。でこちらがね、モノノベ先生の奥様だったと思う。日本に今帰ってきてらっしゃるっていうことでね。で、もっぺんモノノベ先生の顔を見ていただきまして、なんかこれ、片っぽだけのメガネってのかけてるのかな？おしゃれな感じなんだろうか。さてこちらに画面をモノノベさんね。ブラジルっていうことも漢字で書いたら、こうなりますよっていうふうにね、貴重な情報をですね、教えていただいて、
その明治時代、最初はその日系人にキリストのことを伝える人っていなかった。ブラジルだからカトリックの国でしょ。自ずからカトリックになるんじゃないのってこう思いがちなんですが、そうでもなくって、まあ開拓、入植して開拓ね、入っていく。だけど、その精神的な支柱がない。ね、そういう、まさにこう開拓、荒野、ね、ジャングルですよ。ジャングル。ピラニアがいるようなね、川が流れてるような、そういうジャングルに入って農園を切り開いて、そういうふうに果敢にブラジルの自然に挑んで、新天地を開こうと、ね、開いていった日系人の人たちに、やはりキリストのことを伝えないといけないっていうことで、さっきの物部先生が、それがね、1925年ですよ。1925年。ね。これ1925年って昭和で言ったら何年なんだ？まだ大正なのかな？昭和1925年というのはですね、今この換算表を見てるんですが、大正14年ですよ。大正14年。ね。ホーリネス教会の牧師、あるいは福音師。ね。牧師がブラジルに移民した日系人の間にはおらず、誰もそのイエス様の福音ということを聞いたことがないっていうことをね、物の部牧師は聞いてですね、じゃあ自分がブラジルに伝道行きますと立ち上がったと。ね。うん。もう感動してくれる人はいるわけだけど、経済的支援をくれるわけじゃないと。ね、中田十二監督も、それは素晴らしいな、君行きたまえって言うけど、お金出してくれるわけではないと。で、物部先生は、文字通り奥地の開拓に携わってる日系人のところまで、まあ一軒一軒ね、その、どこに住んでるかを探す。どこに住んでるかを探すというところから始めたと。まさに迷える羊を探すというね、まるでキリストのような姿ですよ。そうや、車なんてもちろんない、バイクもない。馬に乗ってね、裸浜って書いて、クリスチャンも書いて、ジャングルの中を何日もさまよって、ね、寝るのもジャングルの中。で、ようやく尋ね当てる。そういうことに当初は終始した。そうやって天地創造の誠の神、イエス様を救い主と信じるクリスチャンが日系人なんで起こされてきた。そうやって、伝道に触れて、ブラジルに住んでる日系人がクリスチャン、キリストを知ってて信じる者、誠の神を信じる者に、なっていくということが起こされた。ね。そんな中の一人が佐久間という人でっていうのがね。これが物の部先生の隣に写真が入ってた。これはクリスチャン新聞のですね、1969年6月の記事です。1969年の時点で、昔大正年間に物の部先生が最初にブラジルの日系人に伝道したのですよっていう記事が載ってて、で1969年現在、名前なんだっけ、佐久間サムエルさんっていう人がね、この人がブラジルから日本に勉強に来たのか、東京聖書学院で学ぶサムエル・佐久間さん、これはブラジルから日本に来たんだったと思う。で、こちらが今も若々しい物の部清子夫人、横浜の自宅にてって、これが物の部先生ね、もう亡くなっておられる物の部先生、1925年に、ブラジルに入って
って言った物の部先生、そこから昨日読んだその中田智之宣教師の記事が出てる時点で、ブラジルの日系人の間に牧師になる人がね、もう40人起こってる。ですから、物の部先生、あなたの蒔いた種はね、こんなにも豊かに豊かに実りに至ったのですよっていうことをね、申し上げたいようなね、そういうことですよ。ブラジルの日系人伝道っていうことはね。それから、その次のステージですよね。40人牧師を起こされて、今度は、ブラジルから日本に仕事をしにっていうことですね。そういうことが起こって、逆にブラジルの牧師がそのもう日本語わからない、今一生懸命勉強してるね、そういう同胞ですよ。日系ブラジル人の2世3世たちが日本に来て、その牧会伝道のためにまたブラジルから日本に宣教師として来るということがね、現在、起こっている、それ必要性があって、そういうことが起こっている状況っていうことですね。ですからクリスチャン新聞っていうのは、その1925年の時点から1995年、それからもっと最近に至るまでね、ずっとそういうものをつないで、点が線となり、線が面になるようなね、そういう大きな可能性を秘めた、まあ資料であるわけですね。で、その佐久間牧師ね、のその、そうね、その物の部先生に触発されて、自分も物の部先生と同時代に牧師になる人がいて、その一人が佐久間っていう人であったと。ね。で、物の部先生も兼ねないし、佐久間先生も大富豪っていうわけじゃないから、佐久間牧師の家庭は極貧を通ったね、石貧洗うがごとくってやつやね。息子の佐久間サムエルさんの解雇によると、もう名前もサムエルなんだ。太郎とか次郎じゃなくってサムエルなわけですよ。ご飯が食べられない日がしばしばあった、ね、自分も8歳から働きに出た、中学高校も働きながら学んだ、だから牧師になる気などさらさらなかった。で、ほらそうだよね、牧師の家庭に生まれたばっかりにろくにご飯食べられない日ある、8歳から働きに出ないといけない。ね、中学高校もね、みんな何不自由なくやってんのに。